はい、皆様こんにちは、こんばんは、ルミティです。今日はリクエストをいただいていたキティちゃんの手持ちの食器の紹介をしていきたいと思います。ちょっと外がですね、強風のためガタガタと雑音が入ってしまうことがあるかもしれません。お許しください。食器の紹介はですね、数ヶ月前簢単にはさせていただいてるんですけれども、まあ、その頃はチャンネル登録者の方もあまりいらっしゃらなかったですし、コメントもいただいてなかったので、まあ、ご覧になっていらっしゃらない方もいるかなと思いますので、また改めて紹介していきたいと思います。はい、でおそらくですね、動画2本に分かれると思いますので、はい、どちらもご覧になっていただけたらと思います。はい、それでは食器の紹介していきますね。食器はですね、まあ、いろんな種類があるんですけれども、よく頻繁に私食器を割ってしまうもので、はい、ペアで残ってるものはちょっと後回しにしてですね、もう単品になってしまっている食器から順番に紹介していこうと思います。はい、ではですね、まずこちらのお茶碗ですね。アイラブハローキティシリーズのお茶碗になります。こんな感じですね。サイズとしては女性向けのサイズになるかと思いますね。まあ、もともとは旦那とペアで使ってたんですけれども、ちょっと割ってしまいまして、今はこちらの一つ、まあ私のサイズなので私用に使ってますね。旦那はお金のを、はい、買い直しました。すごい可愛くて気に入ってます。色合いも素敵ですよね。はい。こんな感じです。ちょっと紹介したら一旦はけますので、後でまとめてね、上から取りたいと思いますね。では次にですね、今度は透明のグラス皿になります。はい、こちらですね。ちょっと一体どこがキティちゃんなんだろうという感じなんですが、どうやったらわかるかな。皆さんこの後ろ見えますか？キティちゃんがいるんですけど、ここですね。はい、こちらの、はい、ガラスのお皿です。この脇にもハローキティと入ってますね。こちらはおそらく非売品だったと思います。スーツのお店でですね、無料でハガキを持参するともらえたというもので、旦那がもらってきてくれましたね。違ったかな、勝手なこと言ってたらすいません。友達からもらったサンリオのくじのだったかもしれないです。はい、曖昧で申し訳ないんですけど、はい、とにかく買ってはいないですね。はい、ハート型でね、ハート柄も入っててすごい気に入ってるんですが、まあ1枚割ってしまったのでこの1枚しかないですね。はい、残念です。では次ですね。これは食べる時に使う食器ではないんですけど、一応陶器なのでご紹介します。こちらですね。なんだかわかりますかね。食べる時には使わないんですけど、お味噌汁とかスープを作る時に使うお玉入れですね。ここにお玉を引っ掛けて、はい、使うものになります。まあ、2日に一遍はスープを作るので、その時にお玉置きとして、はい、活用してますね。アイラブハローキティシリーズのこちらもものですね。他にも目玉焼きを焼くためのものとか、焼くというかチンってするやつだったかな。はい、そういうグッズとかも出てましたね。私はこちらを購入しました。はい。では次ですね。まあ、次は食器というか、なんていうんですかね、お菓子入れですね。先日、
当たりくじで当たったよって説明したのも記憶に新しい方もいらっしゃると思うんですけど、はい、こちらのお菓子入れですね。どうやらお水には弱いようなので、お菓子、それも包装されてるお菓子専用ですかね。はい、まだ一度も使えてません。でも和菓子ね、おせんべいさんとかね、置いたらいいかななんて思っているので、まだ棚に眠ってしまってるんですがね、近々使いたいですね。こう和柄、椿柄とかなので、お母さんとかお父さんが来た時にね、お茶する時にでも活用したいなとは思ってるんですけれども、まあなかなか機会がないですね。はい、こちらですね。では次、こちらもまあ購入したのは最近なので覚えてらっしゃる方いらっしゃるかもしれないですね。はい、こちらの、これはガラスではないですね、プラスチックというのかな。はい、よく割っちゃう私にはこういうお皿がいいですねはい、こちらはまあどこかの国のデザインかなんかのコラボだったんですかね、なんかそんな感じで書いてあったと思うんですけど、すごいこう可愛らしく柄が入ってまして、こっちがハローキティと書いてあって、こっちの面にキティちゃんがねプリントされてます。横長なので、はい、ここにサラダを持ってですね、旦那と2人で食べたりしてますね。はい、では次からはペアで残ってるお皿ですね。はい、紹介していきます。はい、まずこちらです。結構深さがあるんですよ。はい、こんな感じのお皿で、まあ一人一人サラダを盛ったり、あと深いので汁物もいいかなと、洋風のスープとかはこちらで飲んだりもしてますね。これはペアで持ってます。こちらは一昨年のクリスマスだったかな、はい、サンタさんがプレゼントしてくれました。すごい可愛いですよね、気に入ってます。でサンタさんがですね、それ以外にもこちらをプレゼントしてくれましたね。これは名称が多分カレーシチュー皿みたいな感じの名称だったと思います。はい、本当にそれのサイズにぴったりなんですけど、ちょっと大きめで一人前入る感じですね。でまあこれを2つもらったわけなんですが、サンタさんから贈り物を1個割ってしまいまして、はい、この1枚しかなくてですね、代わりにデザイン違いなんですがこちらを購入しましたね。はい、こちらはちょっとまあ、ピンク色で女の子っぽいですよね。まあ、同じサイズのものが使いたいねということでこちらを追加で購入したんですが、まあ、全く同じかなと思ったらキティちゃんがちょっと違いますね、描かれている柄が。はい、こんな感じで右の方が少し細いですかね。はい、どっちもでも気に入ってます。よいしょ、ちょっとカチンカチンと音が しちゃうかもしれないんですけど、お許しください。では次ですね。はい、次がこちらの平皿ですね。はい、これは本当平皿なので薄いです。朝トーストを乗せて、はい、使ってますね。パンを食べたりする時のほぼ朝専用ですかね。でこれも2枚セットで、はい、使っております。こんな感じですね。あまりね、まあ、汁物とかも入らないので、まあ、使う機会はないんですけれども、でも毎日朝は使えるので、はい、そういう時に活用してますね。こんな感じですね。すごく可愛くて気に入ってます。はい、
では次はお味噌汁入れっていうんですかね。はい、こちらになります。こんな感じの和って感じですね。はい、これを2つはい、こうやって持ってますね。中は赤で、はい、こういう感じのお揃いのお味噌汁入れです。先に紹介した深いあのスープ入れとかになるものは洋風スープ、こちらは和風のスープとかお味噌汁の時に使ってますね。はい、すごく気に入ってます。なんかあのこの絵柄が金色で入ってるので、こう高級感も少しあっていいなと思いますね。はい、では11分になっちゃいましたね。どうしようかな。切りがいいので、とりあえずではここで一旦区切らせていただきます。はい、あとお皿もありますし、コップも少し紹介したいと思うので見てください。では今回もご視聴ありがとうございました。次に続きます。よろしくお願いいたします。バイバイ。